はい、森口翔で一生懸命マリオカートテクスやります。よろしくね。やっていきます。プリッということで、1レース目です。これ、ここな。飛行機のところ。ここな。まあ、特に言うことはないんだよな。今日は特に言うことがないので、思いついたら喋ります。そして、天才レースを取っていきます。よろしく。コイン。うわー、もう、これされるときつい。このコースで今のされるときついわ。さすがに。落ち着いて。コイン取って立ち回ります。こっから3万レートの立ち回り。なんも言えへんがな、あんなん食らったら。どう反応したらいいな、あんな。横から緑コーラ飛んできて、いきなりチンレースですか？いきなりチンレースですか、これ。どうすんの？こっからいかに戻りやんかっていうのをちょっとみんなに見せるわ。サンシャイン空港、これ。なんか俺のこと狙ってない？大丈夫？よ、まあ狙われても関係ないぞと。勝つのは俺やぞと言ったところ。コイン9枚にできたのでかい。踏めやんだ。キノコ踏めなかったのは辛い。どうしようかね、これ。まあ交換にはなるね。後ろが離れてるんで、まあサンダーなんなに振らしてって感じないけど、振らしてもらえるか。コイン10枚。OK。やっとまともな状態になった。やっとまともな状態。コイン10枚。このままぐんぐん上がっていきたいね。ダブル交換やね。9位以下で、このスターをダブル交換したいと思います。よろしく。はよ、行ってや、ドンキー。はい、はい。何が出る？何出る？サンダーあってもいいよ。あ、これキラー吐くわ。サンダーあるな、これな。あ、これキラー吐いて、さあ、キラーに行ってもらって、いいところでスターを吐きたいけど、危ない待て、前の奴ら戻ってきたよ。ここまで来たぞ。この、戻れやんと言われとる。サンシャイン空港でここまで戻ってきたらうまいんじゃないの。しかもワンチャンにいいところまでいけそうやしな、これ。はい。これワンチャンにいけそうっすね。前に投げるやろ。お前前に投げろ。全部前に投げろ。頼んだ。はい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 。当たれ。はい。はい。はい、危ない！オッケーに！ナイス！これナイスじゃん！めっちゃ上手くなかった。最初失敗しようと思ったな。緑コーラバーンって吸ったりいっぱいガチャガチャやられたけど、戻ってこれるんですね。森口翔と一生懸命くん。はい、次。はい、次、66万点。まあ、おしゃべりです。おしゃべりするネタもないけど、おしゃべりするか、だって66万点やし、みたいな。このコースは、なぜおしゃべりコースかというと、前張りコースと後ろから強いアイテムを引く打開コースの2コースに分かれとんのよな、基本で。ロックロックマウンテンは特に打開コース、こうやってもう一発目のアイテムからこうやって停止してしまう、そのレベルのコースなんで、おしゃべりがいっぱいできるってわけだね。で、何しゃべる、みんな。あ、最近俺がさ、マリオカート8デラックスちょっと上達してきとるやん。わかるやろ、みんな。見てくれとるみんなならわかるはず。俺はだいぶ上達してきてくれ、上達しているけど、それの理由といたしましては、聞きたい、みんな。俺が上達しとる理由。マリオカート上手くなるには、教えてあげようか。プリッということです。はい。プリッということなんで、頑張ってみんなプリッとしてください。以上です。このスター強いね。このスター強いんやけど、まあ、どっかで絶対サンダー振るわ。見て、ミニマップ。12位めっちゃ遅れとるやろ、あれ。あいつが絶対サンダー振らすんよ。まあ、回線落ちっていうか、まあ、11人部屋なんかな、実質。実質11人部屋で、これ赤コーラの前出ちゃったね。赤コーラの前出ちゃってる気するけど、取られちゃったー！これじゃ止まるわ。しっかり9位で割って、コインも集めながらな。9位で割って、はい、行ってもらいますし、で、まあ、この辺で使い出して、次ダブル交換やな。裏スタイルやな。うん。ダブル交換して、いい感じで上がっていくっていう作戦だね。よ。どう？これでサンダー振るっしょ。振らない。どうなってんの？これどうなってんの？使うわ。怖いで。怖すぎるで。ここで振ったら超勝ち。普通に超勝ち。裏。12位のキラーの裏怖っ。やめてな。やめてや。やめてや。俺これで上がるから。もうこれで上がるから。赤コーラ投げたりすんのなしな。赤コーラ投げたりすんのなし。で、俺はこれで絶対上がりますんでよろしく。よいしょー。みんなこっちから行くよな。はい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 。上
上がれ上がれ。大失敗。まあたまには大失敗もするよ。大失敗が許してくれよ。でまあこのレースは3レース目になっているかというところ。はよしてな。おんいやな。2位のベビーベビー 2位がベビールイージなん、なんか嫌やなって言おうとしたんよ。ワルイージとかワリオとかが強いからな。そん中で2位取られんの嫌やなって言おうとしたらさら失敗したので、しっかりこれは上がっていくかな。どうやって上がっていこう。このまま普通にシンプルについていくか、スターを引いて打開って感じで上がっていくかの、まあ、2択なんやけど、まあ、基本2択なんやけど、どのコースもどのレースも、これはどうあるべきや。危ない危ないよ危ないよ。でこのショートカットでどんだけ抜けるかやな。ギュッどう。俺じゃない、赤コーラ俺じゃない。ラッキーコイン5枚なんは嫌やな。まあついていこうか。まあこんな感じで折れるんならついていこうかってなるな。さすがに5も置かれてないで、まあ行きたい。危ない。おや、もうこんなとこまで出てきちゃった。もうこんなとこまで出てきちゃいますし、後ろはキノコか。まあええ感じやな。悪くはない悪くは。うわ危ない。はい、2位出て、トゲゾーコーラ行きまし。いや、これ勝ちっちゃうか、俺の。うわー、来い。ケツボグ来い。うわー、もう、光っとんの早いって、それ。落ち着いて。全然まだいけるからね。裏防御で交換しようか。交換して、まあ、しっかりついてって、冷凍重ねたいね。いいよ。何してんの？何してんのお前ら。はい。でもあいつキノコ持ってた。何これ、これは何、これは何、俺勝たしてもらえんのこれ。まさかまさかと思うけど。はい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 。これ一応防御でちゃんと持っとくわ。赤コーラ飛んできたら嫌やけど処理してつこて。オッケー、チェーン。やり合っとったな。1位と2位がバーンって爆発してやり合っとったから。土風の鬼1位というやつですね。これ早いですね、森口翔で。一生懸命くん、はい、ありがとう。次、はい、部屋変わりました。なんで部屋変えたかっていうと、外役キッズが湧きました。外役キッズとは、赤コールを止まって投げてきたり、ここのスターを止まってぶつかってきたり、もういろいろむちゃくちゃをしてくるんやな。それが外役プレイやな。で、それ外役してくる外役キッズが湧いた。まあ大人かもしれんけど、まあこういうことするやつは全員キッズ。大人でもキッズ。で、俺のこと知っとるからお前俺に外役するんやろうけど、で、俺の動画見とると思うから、一個言うといたるわ、お前に。さっき外役したお前にな。お前の人生がつまらんのはよく分かった。俺の人生に比べてお前の人生がつまらないのはよく分かったけど、それを眩しい俺にぶつけてストレス発散するのは、一生その気持ち悪いループから抜けれやんくなるぞ。やめとけよお前そういうの。そう、全員外役行為する全員に言えるな、これは。はい、そういうことなんで、そういうことです。以上です。楽しく見せてくれてる人ごめん、こんな話を聞かして。でもこう言っとかんとな、アホは治らんで。言っても治らんねんけど、アホやで。まあ集中して頑張るわ。こんなアイテムはいりません。いいよ。で、これはちゃんとアイテム割って、短期のなら、よ、こういうことやな。で、まあ、うまいこと上がれてる。火山の前に出ちゃった。これまずい。これはまずいです。しっかりしろよ。これラストレースだからな、俺。コイン全くないやん。よう見たらコイン全くなくて。はい、投げて、さあ、いいで割って。さあ、出ろ。サンダー、今お願い、神勝たして。振ったら勝つ。振ったら絶対勝つ。振らないので3位です。これ、でも今日これで終わりやねんな。なんでやねん、それお前、おかしい。やばい。めっちゃ、もう、待ってよ。みんな待って、危ない。みんな待って。ごめん。そんなんなしやわ。こんなんなし。もう。ああ。